一番くじ、ウィンドブレイカー、ー街の英雄が4月20日に発売するので、紹介していきます。こちらは1回700円で、1ロット60本ですので、すべて購入したら42000円になります。A 賞は桜かのビッグサイズのアクリルスタンドです。一番くじだけの書き下ろしイラストを堪能しよう。当選確率は60分の2で3.33%です。B 賞は梅宮はじめのビッグサイズのアクリルスタンドです。 一番くじだけの書き下ろしイラストを堪能しよう。当選確率は60分の2で3.33%です。C 賞はスオウハヤトのビッグサイズのアクリルスタンドです。一番くじだけの書き下ろしイラストを堪能しよう。当選確率は60分の2で3.33%です。D 賞は杉下京太郎のビッグサイズのアクリルスタンドです。一番くじだけの書き下ろしイラストを堪能しよう。当選確率は60分の1で1.67%です。 E 賞はニレヤキヒコのビッグサイズのアクリルスタンドです。一番くじだけの書き下ろしイラストを堪能しよう。当選確率は60分の1で1.67%です。F 賞は桜かのチョコノッポぬいぐるみです。チョコンと座った姿が可愛い。桜かのチョコノッポぬいぐるみです。当選確率は60分の3で5%です。G 賞はスオーハヤトのチョコノッポぬいぐるみです。チョコンと座った姿が可愛い。スオーハヤトのチョコノッポぬいぐるみです。 当選確率は60分の2で3.33%です。H 賞はグラスです。書き下ろしイラストを使用した実用性抜群のグラスです。当選確率は60分の4で6.67%です。I 賞はアクリルスタンドです。書き下ろしイラストをバストアップでデザインしたアクリルスタンドです。当選確率は60分の10で16.67%です。J 賞はフェイスタオルです。日常使いでも飾っても楽しめる。マイクロファイバー製のフェイスタオルです。 当選確率は60分の10で16.67%です。検証はクリアファイルステッカーです。書き下ろしイラストのクリアファイルステッカーのセットです。ステッカーはスマホケースに入るサイズ感。当選確率は60分の10で16.67%です。L 賞はアクリルチャームです。アソーテイストのオリジナル衣装を着用したキュンキャライラストのアクリルチャームです。当選確率は60分の13で21.67%です。 ラストワン賞はアクリルボードです。書き下ろしイラストを使用したリーボサイズのアクリルボードです。以上で一番くじの紹介を終わります。ご視聴本当にありがとうございました。もしよかったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。